それがショアとか、はい、オフショアとか関係なく、はい、もう絶対食うっていうなんか思える自分の瞬間っていうか釣りしてるみたいな、ラインを通してアンテナ代わりにしていくと、はい、シチュエーションとか潮を想像する力とそこにいるっていう妄想力っていうんですかね、まあ、結局それが合わさって集中力になるわけじゃないですか。そうですね。この間一緒に平場を一日 ね、はい、楽しむ中で、湯川さんと自分のなんかこう共通項というか、やっぱりこう塩に対してすごくシビアにこう、ね、そうですね。あれ自身が僕はあの自身3回目の平場まあオフショアをもそもそも経験ほとんど浅いじゃないですか、まあ、ショアがスタイルとしてね、はい、でなんかその時に感じたことなんですけど、うん、やっぱりそのルアーついてて巻いた時の塩の重みとか軽さ、あ、これって一緒なんやなってすごい思ったんですよ、ね、はい、そうなんですよね、はい、だからやっぱりそのラインにかかる抵抗感っていうのは、例えばもうそれは何を狙ってるとかね、はい、それがショアとか、はい、オフショアとか関係なく、この全ての僕の中でもそうなんだけど、はい、中心線っていうのは、うんうん、そういったまあ、潮の動きとか流れに対して船の動き、はい、風、はい、全て の、 その影響によってその方向っていうのが刻々と変わるその状況を、そのラインを通して情報を全てこうアンテナ代わりにしていくというところは多分一緒なのかな、はいはい、だからしきりにあれ下の潮は軽いけど、はいはい、途中からすごく負荷が潮の引いてる平場の負荷がかかるとかね、言ってて、そうそう、あ、やっぱりあんまり船乗らないって言われに結構分かってんだなって結局その一緒なんですね。ああいうこう感じる時ってあるじゃないですか、グーってこれ食うぞっていう、そうね、もう絶対食うっていうなんか思える自分の瞬間っていうか釣りしてる中でもうなんかインプットされてるよ ね、 ですよね。それってやっぱ、あ、この重みやっていう、そうそれが別に水深が50メートルでも30メートル投げた先のエギでも、はい、なんかそこの感覚って変わらないよね、はい、そうですね、だよね、はい、もうなんか一瞬にして集中力変わりますもん ね、はい、だからなんかこうやっぱりエギなんかでもそうなんだけど、自分あれ急に払い出す潮で、はい、しゃくってる時のエギの動きがこれ尋常じゃなく伝わってるぞみたいな瞬間とか、ね、ドリフトさせてクッとこう自分の時に向き合ったその潮がしっかりと整体した状況の時、これ乗りますよみたいな、もう絶対食うってありますよ ね、 ね、はい、だからなんかこう集中力って途切れないよね、はい、普段抜けててもなんかそれ感じた瞬間ギュッて変わりますもんね、そう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 、水中につけてる時にそれがやっぱり感じれると感じないでね、一つ釣れる釣れないが変わってきますもんね。そうなん、僕なんかやってるロックフィッシュの釣りなんかは結構この岩のこう凹凸のこのスリットの下に魚がこう活性悪くて入っちゃってる時があるじゃないですか、はい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 、そうするとこう例えばね、エギだとこうちょっと払い出してて糸がこうピンと張るような状況の方が、はい、結構釣れるなっていうイメージあるじゃないですか、はいはい、そうですね。逆に言えば、うん、こう手前にこう当て塩みたいな感じで、うん、糸がたるむたるむっていう方向でテキサスリグをそのスリットに丁寧に入れる、はいはい、要は当てるからこそ、はい、そのスリットに、はい、持っていきやすい、そう、はい、あの払い出しちゃうと、うんうん、飛び越えちゃうんだよね。あ、そうですね、うん、だからやっぱりその常にイメージ、はいはい、うん、こう押されてる塩に対してこう入れるとこういうところが狙えてるはずだとか、うんうん、ね、そうですよね。その想像力ってすごい大事ですよね、うん、結局なんて言うんでしょうね、そのシチュエーションとか潮を想像する力と、あとはなんかそのターゲットが絶対見てるっていうのと、 そこにいるっていう妄想力っていうんですかね、うんうん、まあ、結局それが合わさって集中力になるわけじゃないですか。そうですね、やっぱなんかそのいち早くそれを察知するっていうのはすごい大事なのなっていうふうには、うん、逆にあの現場に出ちゃうと、まあ、ロケの場合とかだとあの悲しいかなって思うのが分かるじゃないですか、逆に釣れない時も、はいはい、でまたショアだからちょっともうこれ動きようないぞっていう時も、だからこう1等2等した時点で、あ、もうこれないわって思ってしまっ
うのも分かってしまうんで、はいはい、絶対はないんですけど、うん、でもまあほぼ食わへんぞっていうのがあるんで、あるよね、うん、悲しいとこでもあるんですけどね。そうそうそう。だから僕はもうそういう時は、はい、動く、うん、そうですよね、うん、結局そうなりますもんね、うん、だから僕らもその社労の欄干っていうのは最悪その潮の関係ない釣りをするっていう、うん、潮位があるとからであれば浅いとこは打てるから、もう動く動かん関係なしにそれを打っていこうっていう風な感じの、やっぱりデイの欄干っていうのは多分そういう意味で出来上がってきた釣りなのかなっていう気はしますね。うるもさんのその絶対こういうシチュエーションになると釣れるって感じる部分ってあるじゃないですか、その あるある、第六感的なところって絶対あるじゃないですか、あるある、うん、それって具体的にはどういう感じの、あのね、結構オフショアだと三好好きなのね、はははははで、こう三好って要はね、はい、遊漁船のこの先端、はいはいはい、でこう流れるじゃないですか、はいはい、こう船がね、はい、そしたら潮がこう払い出してこんな感じで流れた、はいはい、要は潮はこう行ってるんだけど、はい、船こう風で押されるみたいな時のここに投げる、でこう引っ張る、でこう引っ張る、ここで食わせるみたいな、はい、あ、もうそれはもう鉄板なんですか、ね、もう自分の中の角度、はい、で要は潮紙にアップストリームで投げて、はいはいはい、こうドリフトさせながら、はい、グッとこう巻いてるとグッと負荷が、はい、あ、噛む感じの時ですね、そう、はい、このターンしてグッと噛んだ時、はいはいはい、それもうもろたって感じですか、もういやもう常に集中力ここですっていう、なるほど、うん、だからやっぱりこう多分1日のシチュエーションの中でね、まあ身を必死に立てるばっかりじゃないんで、うん、どうの間にね、うん、真ん中に入っちゃったりとか、うん、いろんなシチュエーションあると思うんだけど、うん、絶対その自分の場っていう時に、うん、要はこう糸の張りがこう1回のキャストの中でこうクッと変わる瞬間が生まれてる、その生まれるその瞬間っていうのに常にコンセントレートして、で逆に言えばふわふわしてこう負荷がかからない時っていうのは多分魚に対してはこうアピールしてこう追尾させてるようなイメージ、引っ張ってる、でその動きが急にこうルアーの動きがこうクイックに綺麗に理想的なクッと水を噛んだそのアクションが変わった瞬間から本気食いにこう徹してくる、時なんですね、それが分かるんですね、その時に分かる、だからそれがこうふわ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 巻いてる中でクッと負荷が乗って、あ、こっからこっから、あ、やっぱ来たみたいな、これが僕の中のね、はい、狙って釣るその釣れそうだなっていう状況、こう巻いてるその感覚、そのラインが受けるその抵抗っていうのに全てこう、まあ、そんなにがっちり集中してなくてももう巻いてれば分かるようになってくるね。湯川さんどうなんですか。僕はね、あの、そうですね、やっぱりでもさっきのその言ってた潮の重みなんですよね、うん、投げてしゃくった時に軽いのか重いのか、うん、まずこれがもうすごい重要なんですよね。でそのこの、ね、独特の重みですよね、あれってこう、うん、エギ投げた時に、まあ、号数にもよるんですけど、尺ってもうロッドから手に伝わるこの、ね、重みっていうのは、あ、これ食うやつやなとか食わないやつ、これ感覚になるんですけど、でも絶対的にあるんですよね、この重みが来た時はもう釣れるよっていう、だから結構その何て言うんでしょう、釣りしてる中でも、あ、もうこれ食うって先にやっぱり分かるし、だから言えることもできるし、あ、これも食いましたねとか食いますねとか、うん、もう来るよっていうことも先に言えるし、それがそういう重みを感じてる瞬間なんですけど、はい、その重みを感じるっていう時は、はい、こうラインがこう、うん、手前手前っていうよりはやっぱ伸びてる時でしょ。ね、伸びる時もあるんですけど、うん、そうじゃない時もあるんですよね。例えば、そうですね、30メーター投げて、うん、投げてで向こうの10メーターから手前5メーターまでしかその重みがなくて、でこっち側抜けてるとかもあるんですよね、はいはいはい、そういう時って張らないじゃないですか。もうそこの投げ入れたとこはめっちゃ重み効いてるから、食うのはあっこやってなったらやっぱりそこでしか食わないしっていうのがあって、あ、で結局なんかその重みが来た瞬間っていうのはもうめちゃくちゃ釣れるイメージにはなりますね。なるほど、うん、で確かにそのシチュエーション的にマッチすると綺麗に糸もまっすぐにね入っていって、うん、でもうバシッてなってっていう、うん、あ、もうこれ絶対やなっていうシチュエーションはもちろんありますけど、うんうん、でもやっぱりそこの起点になってるのは重みなんでしょうね、その、うんうん、だからやっぱり
湯川さんのそのスタイルの中で、うん、じゃああんまりこうタックルの条件っていうか、はい、例えば 0.65 の P ラインを使って、はい、0.85 を使って、はい、1号を使って、はい、あんまり変えないですか、はい、一定にする結構そうですね同じものを使うことが多いですね、はい、昔は結構いろいろ変えてたんですけど、はいはい、でその変化がね、うん、こうちょっと自分の中にこう、はい、ラインを変えたりタックルを変えたりすると、はいはいちょっとその慣れるっていうかその重み感っていうのにまたちょっと、はい、ちょっとね、はい、あるじゃないですかさすがにやり込んでるな、はい、そうですね、はい、一定にしといた方がね一日の中で、ね、感じやすいですよねそれはね、はい、特にラインの太さなんかは、うんうん、だから僕結構ね、うん、何の釣りでもそうなんですけどラインってあんまりこう号数ってね、うん、細かくこう、うん、一つの魚種の中で一日の中ではあんま変えないですよね、うんそうですよね僕も最終的にはそこへ行き着いていったかもしれません、うん、やっぱその辺結構一緒ですね一緒ですね似てますねやっぱりね結局やっぱり共通するとこはそういうとこなんでしょうね、うん、その釣れる瞬間の匂いなんでしょうねそうやってこう、そうですね、まあ、体で感じる匂いっていうか、うん